ソリエが4月7日より放送開始される TV アニメ無色転生に異世界行ったら本気出す第2クールのオープニングテーマオンザフロントラインを4月15日に配信リリースすることが決定した。オンザフロントラインは今年デビュー10周年を迎えた一人がリリースする1曲目の新曲で、作詞をボーカルギターの篠田、作曲をドラムのユーマオが担当。重厚なバンドサウンドと喪失に向き合いながらも進んでいく歌詞が、長い歴史を刻んできたバンドの現在と無色転生から異世界行ったら本気出すの主人公リューデウスの旅の歩みともシンクロした楽曲に仕上がっている。リリースに先駆け4月13日オンエアの FM80 配信のリリース情報に合わせてオンザフロントラインの配信ジャケットも公開された。今年1月に開催された10周年記念公演のライブ写真をコラージュしたデザインだ。ひとりえは今年2024年にデビュー10周年イヤーを迎え、1月22日にデジタルシングル10年後のセンスレスワンダーをリリース。4月7日からは全国18カ所で開催されるツアーを実施し、10周年企画隊バンライブひとりえ 10NEN サイバーサスシリーズを3公演開催。4月20日、大阪ビッグキャットには、北見達也の出演が発表され、残り2公演のゲストが今後発表される。ボーカル篠田の47都道府県弾き語りツアー篠鉄も並行して開催しており、さらに9月15日には、バンド初の東京、日比谷公園大音楽堂にて、ワンマンライブの開催が決定と、1年を通して、様々なリリースや企画が予定されている。ニューシングル、オンザフロントライン 2024.4-15 配信リリース。